石川県が開発したフリージア、エアリーフローラに新たに2種類の品種が加わり、今朝新品種の初競りが行われました。エアリーフローラは県が8年かけて開発したフリージアの品種で、これまで11色でしたが、市場や販売店などの要望を受け、新たに2種類加わりました。新しい品種はボリュームのある八重咲きが特徴のエアリーダブルパープル、シックなブラウンが目を引くエアリーマロンの2色です。今朝金沢市内で行われた新品種の初競りには20本入りのケースが1箱ずつ持ち込まれ、それぞれ1万円で競り落とされました。新しい品種が出たということで、地域の七尾の地域の方に、少しでもね、地震の傷ついた心に癒しになればと思いまして。競り落とされた新品種は、七尾市内に5店舗を構える花正の店内に飾られます。